すごい人気でした。90年代トレンディードラマで最も視聴率を稼げる俳優として、世の女性たちのハートを根こそぎわしづかみにしていた俳優の筒井道隆さん。最近では出演作も激減して、なかなか拝見することがなく、一説では干されているのではとも言われています。どういうことなのか、気になって調べてみることに。筒井道隆さん、1971年生まれの49歳、東京都調布市のご出身ですが、家族構成については唯一父親のことだけは明らかなようです。堀越学園高校を卒業されてすぐに芸能事務所に入っています。スカウトだと思ったのですが、どうやらそうではなく、他でもない彼の父親の存在が大きく影響していたといいます。どういう父親だったのでしょう。筒井道隆さんの父親とは尋常でない経歴の持ち主だったのです。お名前は筒井実さん、1944年生まれの76歳、全盛時のキックボクシング界の元東洋ミドル級チャンピオン、若きスーパースターでした。また芸能界でも活躍され、特撮ドラマロボット刑事の盾担当もされていた風間健さんだったんです。なぜキックボクシングかというと、もともと武道に類いまれなる才能があり、17歳で空手に始まって、棒術、剣道、柔道、少林寺拳法を次々に最高峰の師範から伝授され、その流れで本場タイに渡ってキックボクシングの真髄を得得。引退後はテコンドーをもものにし、あのジャパンアクションクラブを設立しています。それだけでなく、燃えよドラゴンで有名な伝説のカンフースターのブルース・リーとジークンドーの研究もしたという、その筋では知らぬ者はないほどの武道の達人なのだとか。筒井道隆さんの名前の道隆は、その父親が少林寺拳法の開祖からもらった創業の風間道流から取ったのだとか。筒井道隆さん、日常そのものが厳しい修行のようなことの連続だったと振り返っていて、それだけではなく、両親は2つ下の妹ができてから離婚していると言えます。一体どんな幼少期を過ごしてきたのかというと、毎朝4時か5時に起こされて、走らされたり筋トレをさされ、それから家の中と庭の掃除をして学校に行っていたんだとか。おまけにそんな家庭の中では笑うことなど一切なく、怒られた記憶しかないほどでした。とにかく父親の厳しさから解放されたいという一心だったそうですから、よく1万円だけもらって自転車で名古屋の祖母のところまで1日半かけて一人で自転車に乗って行ったりしていたようです。その時間だけは自分のしたいようにできる唯一の楽しい時間だったのだとか。幼いながら考えついた苦肉の策が自転車での長旅だったなんて、それが後に彼の人生を変えるきっかけになってもいます。そんな厳しい環境で育った筒井道隆さん、実は高校卒業後はデパートの社員になろうと思ってたのに、なぜ芸能界に入ったのかというと、高校卒業するときに父親からは役者か自衛隊へ入隊するかの二者択一を迫られたからだとか。もちろんですが、強くて厳しかった父親が怖すぎて反抗期など一度もあるわけがなく、仕方なく俳優の道を選択したそうです。なんともネガティブなきっかけですが、どこでどうなるかわからないのが人生。事務所に入ってすぐのオーディションで映画バター式金魚の主役に素人ながら大抜擢され、いきなり日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。その後も
次々に話題作に出演し、93年アスナロ白書の主役、筧井田持という青年役で大ブレイク。君といた夏でも公演して、一躍トレンディードラマ俳優の一人に。当時の人気は凄まじいほどで、共演の木村拓哉さんや西島秀俊さんですら、霞むほどのダントツ人気で、次から次へとトレンディードラマだけでなく、大河や朝ドラでも主要キャストで出演。しかし、当時、実際の筒井さんは、照れ屋で謙虚で、まるでアスナロ白書の、まんま筧井くん、みたいな、朴訥とした雰囲気だったにもかかわらず、実際、その裏には、違う素顔があったといいます。撮影中は、周りで見ていても、何か危機迫るものがあって、現場に馴染んでないことも多かったのです。実は、そこにも、あの厳しい父親の教えが、しっかりと影を落としていたのです。その父の教えとは、何事も死ぬ気で、やらなければならない。その教えのままに20代は頑張ったそう。そこまでの覚悟ですから、何をやってもうまくいくと、確信していたそうです。ですから、常に自分に厳しく、追い込むような形で仕事をし、楽しさを求めるということは、決してなかった筒井さん。それだけでなく、いつも父親からは、お前のような人間は、と、否定され続けてきたおかげで、自分の意見を言うことができず、言われるがままに、しゃにむに、仕事をこなしてきたんだとか、そんな筒井さんの仕事への熱量と、周囲とのギャップはどんどん大きくなり、それに、ハンデをしたように、二枚目がモテ男ばかりを演じている自分にも、限界を感じていた頃、転機が訪れます。三谷幸喜さん脚本のドラマ、王様のレストランへの出演です。人を笑わせることにやりがいを見つけ、みんなが楽しみながら、作品に関わっていくスタイルに触れて、今までとは正反対の感覚に、救われた思いがしたそうです。役者として幅が広がって、30歳を超えてからは、仕事も選ぶようにしたこともあり、まるで干されているように感じたのは、テレビ以外の舞台なども増えてきて、90年代に比べるとテレビでの露出が減っているのかもしれません。それにはもう一つ理由があって、幼い頃に父親から解放してくれた自転車。実は筒井さんは国内外を問わず、自転車レースに出場していて、2013年オートルートアルプスというアルプスを7日間にわたって走り抜ける世界で最も過酷な自転車レースにチーム峠として出場し、日本人で初めて完走したそうです。完全に趣味レベル超えててびっくり。もはやアスリートですよね。ここまでやるわけですから、露出が減ってしまっても不思議ではありません。逆に不幸か不幸か、自転車関係の仕事のオファーが増えて、結構喜んでやってるそうです。筒井道隆さん、本当に意外ですが、実はこれまで一度も結婚していません。過去に熱愛が噂された相手には、坂井真紀さん、田畑智子さん、常盤貴子さん、夏川由衣さんと、美女揃いなんですが、スクープ写真を撮られたこともなく、どちらも共演者ということで、番宣のための噂だとわかります。結婚できない理由があるのでしょうか。思うに、若い頃に父の教えに従って、ストイックに俳優業に打ち込んだことが、周りから恋愛に興味がないと思われたせいかもしれませんね。俳優になったきっかけといい、自転車レースに出るきっかけといい、皮肉ですが、そうなるきっかけを作ったのは、父親だったわけですね。筒井道隆さん。最近では、大ヒットドラマの、半沢直樹では敵対する弁護士、野原翔太役での怪演が話題となりました。その俳優としての価値は、さらに高まっている。そう感じるのは私だけでしょうか。
やっと父親のトラウマからも解放された筒井道隆さん。これからもずっと応援しています。